7月16日土曜日、有明コロシアムにて開催することが決定いたしました。そしてさらに第1弾のカードの発表です。ゲガール武蔵 VS 泉博士。絶対王者 Dream ライトヘビー級チャンピオンゲガール武蔵。I know Japan is going through a difficult time. I do my best to give a good fight, and it feels like second home. So I'm gonna continue fighting in Japan, and I hope I do well. Thank you. 今回このようなチャンスをいただいてありがとうございました。ケガール選手は素晴らしいチャンピオンだと思います。そのチャンピオンとこういうチャンスを与えてもらってすごい興奮をしています。感情がついてるぞ。はい、この選手のカードも決定いたしました。今年の4月9日ストライクフォースでメレンデス選手に何もできずに負けて、もう正直、潮時かなっていうか、この辺がやめ時なのかなって自分でも思ったりもしたんですけど、スタッフ、そしてファイターのみんな、そしてこうやって会場にたくさん来てくれる熱いファンの皆さん、誰一人として、諦めてないのに、俺が一番最初に弱音吐いて諦めるわけにはいかないんで、考えを改めました。もう一度やります。7月16日有明コロシアム、シケリム選手を、ぶっ飛ばしてブラジルに、殴り返そうと思ってるんで、ぜひ会場に見に来てください。よろしくお願いします。カジリ選手ありがとうございました。この選手の試合も決定しました。Dream メジャー級チャンピオン高谷真央選手。チャンピオンの高谷選手の拳に挑戦するのはこの選手です。
者高谷博之、挑戦者宮田和幸。チャンピオンはすごく打撃の強い選手ですけど、かいくぐって入って、僕はジャーマン決めます。以上です。アメリカでは、すごいつまんない試合して期待裏切るような形になっちゃったんで、次は、逆に思いっきり暴れて、ベルト必ず守りますんで楽しみに来てください。